吉田剛氏について、吉田剛さんはインタビュアーとして相手の方をきちんと読んでちゃんとインタビューする、すげえまともな人なので、仕事はずっと増え続けると思います。僕はあの人と話をするとき相手の方を読むみたいなことやらないので、本当失礼だなと思ったんです。申し訳ありません。はい。だから YOSHIKI さんもそのなんか僕と話をするために 1% の努力っていう僕の本を買って最初数ページ読んでいただいたんですけど、いや読んでいただいたんですけど僕それ書いてないんですよみたいなことが言いづらかったんですけど、すいません。はい。